赤き谷を覚えているか、ネメシス。死ね、死ね、死ね。貴様が私から全てを。お母様、お主、そこで何をしておる？いかにしてここに入り込んだのか知らぬが、わしの寝顔を盗み見るとはなあ。まったく。もそっと近寄れ。お主の姿をよく見せよ。なるほど。さすがは人の子、耳慣れぬ名じゃの。人間なればこれにも応えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。あったものじゃ。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。おい、そろそろ起きろ。またあの夢でも見てたか。お前の話を聞く限り、そんな奴には会ったことはねえんだがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。余計なこと考えてると早死にするぞ。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。ジェラルトさん、すまんが来てもらっていいか。どうした？突然申し訳ありません。こんな時間にガキどもが揃って何の用だ。実は私たち盗賊団に追われているんです。
どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。村の外に人影。かなりの大所帯だ。来やがったか。ったく、ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかねえ。おい、行くぞ。用意はいいな。村が巻き添え食わないようにさっさと片付けちまうぞ。まずは手前にいる連中を始末して敵の出鼻をくじいてやれ。焦らず戦おう。切り込むか。次は誰だ。私の力見せてあげる。ぼちぼち動くか。敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。教えてやった戦技、ここで使ってみろ。勝算はあった。どうかしら。近くに味方がいるときに攻撃すると敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ。
路上に剣を振り上がって俺の邪魔をするんじゃねえ。えい、頼む。この体にこんな力が。気は抜けない。俺はまだ強くなれる。ごときには己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったくわしがお主を導いてやらねばなあ。わしの名はソティス、始まりのものと呼ばれておる。ソティス、ソティス、確かにわしはソティスじゃ。それに始まりのものか、一体誰にそう呼ばれておったのか。何、わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告はするりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は。おのが名前すらわからぬわらしと思うたか。ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まったく。偉そうに見た目ばかり育っておるようじゃな。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって。わしがとっさに時を止めたからよいものの、あのままでは死んでおったぞ。そう、素直に感謝すればよいのじゃ。わしも助けがいがあるというものよ。しかしとっさとはいえ、よう時を止められたものじゃ。どうやったのか。再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。そうか、止めた時を巻き戻せばよいのじゃな。うん、できそうじゃ。まったく世話の焼けるやつめ。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。
炎をその身に宿せし者よ。時の四つ賀をたどりて、斧が答えを見出せ。お前、今何か？セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。おい、盗賊が逃げていくではないか。貴殿らは後を追うのだ。さて、酋長たちも無事のようだな。と、そちらは？おっと、面倒な奴が来ちまった。やはりジェラルト団長ではないですか！お久しぶりですな。私のことを覚えておられますか？自称あなたの右腕アロイスですぞ。団長が突然いなくなってから20年、ずっと生きていると信じておりました。相変わらずうるせえやつだな、アロイス。それにもう団長じゃない。今はただの流れの傭兵。そういうわけで、次の仕事があるから、またな。ええ、ではまたどこかで。ってそうなるわけないでしょうが。団長には修道院まで来てもらいますからね。ガルグマク大修道院か。そうなるよな。おや、もしかしてそちらの若者は団長のお子さんですか？またまたそんな冗談を。団長と雰囲気がそっくりではないか。貴殿にもぜひ大修道院を見てもらいたい。どこを願えるか。どうかしましたか、団長。まさか逃げようなんて思ってませんよね。他のセイロス騎士団を相手に逃げ出せるなんて、さすがの俺も思ってねえよ。セイロス騎士団か。確かに腕が立つ者どものようじゃの。ほれ、あちらで呼ばれておるぞ。お主、さっさと行ってやれ。さっきは助かったわ。ありがとう。それにしても腕が立つのね。あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と謳われる怪人ジェラルト。そんなことがあるの？何か言えない事情がありそうね。なあ、一緒に大修道院に来るんだろ。道中いろいろ話を聞かせてくれ。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中に盗賊に襲われてな、ひどい目に遭ったってわけさ。あなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの？そうだったそうだった。聞いてくれよあんた。こっそり俺だけずらかろうとしたところへこいつらがついてきたせいで、
盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきちまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて皆のためにおとりになったものと思っていたが。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃメイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれてもメイ君にはなれない気がするがな。おっと、帝王学の議論か。二人ともさすがだな。しかし猜疑心の塊の俺からしたらまだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。ヒナ、口が減らないわね、あなたは。まあいい、それより今はお前のことだ。盗賊団の頭相手に一歩も引かぬ戦いぶり、俺ももっと強くならねばと思ったよ。確かにそうね。あなた帝国で働く気はない。何を隠そう、私はアドラステア帝国の。待て、エーデルガルト、それなら俺も話がある。今ファーガス神聖王国はお前のように優秀なものを必要としている。ぜひ俺と共に王国へ。そこまでだ。まったく二人とも手が早いな。会ったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院に向かいながらしっぽりと親睦を深めたいね。まずはあんたの好みでも聞こうかな。どの国が好きなんだ。こやつら羊をことにするようじゃな。お主の好む国を答えてやるがよかろう。ほん、珍しいな。俺は同盟寮から来てるし嬉しいよ。おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。おっと、話の続きはまた後でだな。やれやれ、慌ただしいのう。まったく、じゃがあの小わっぱども三者三様よの。私と同じ見立てじゃな。ふぅ、また眠くなってきたもん。お主、わしが眠っておるからと。白雲の章、大樹の説、三つの学級。オグマ山脈から吹き下ろす冷たい風が弱まると、ポドラの大地は豊かな緑を芽吹かせ、一年の始まりを告げる。やがてその緑が大樹へとなるように、人々は自らの生が実り大きいものとなるのを祈って年始を祝うのである。遥か太古よりありし地フォドラ、天上より女神の見守るといわれるその大地は三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国。そして大陸の東側で王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。
かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も今は三勢力の均衡により平穏が保たれていた。では修道院は初めてか。よければ後で案内しよう。このフォドラの縮図のような場所さ、いろんな意味でね。もうすぐ嫌でも目に入るわ。あれがガルグマク大修道院よ。時のよすがに手繰り寄せられたのでしょうか。ここに来るのも何年ぶりかね。今さらあの人と顔を合わせたところで。お前もさっき中庭で見たろ。大司教レア様さ。お前も知っての通り、このフォドラの住人の大半はセイロス教の敬虔な信徒だ。そんなバカでかい教団の最高指導者が大司教であるレア様ってわけよ。お待たせしました、ジェラルトさん。大司教の補佐をしているセテスと申します。ああどうも。久しいですね、ジェラルト。こうして再び開校できたのも主のおぼし召しでしょうか。長きにわたる音信不通お詫びします。あれから俺もいろいろありましてね。そしてその子が生まれた。あなたの子供なのでしょ。ええ、修道院を出て数年後に母親は病で死んじまいましたがね。そうですか。活躍はアロイスから聞いています。あなたの名は確か。そう、良い名前ですね。士官学校の生徒たちを救ってくれたこと心より感謝します。ジェラルト、私が何を言いたいか、あなたならすでに分かっていますね。セイロス騎士団に戻れでしょ。俺は構いませんけど、こいつは。ジェラルト、アロイスから聞いているはずです。私は一度下がりますが、このあと彼らから話があるでしょう。しっかりと耳を傾けておいてください。それではまた明日に。やれやれ、またセイロス騎士団に戻ることになっちまった。巻き込んじまってすまねえが、お前もしばらくはここで働いてくれるか。いや、それが教師としてだそうだ。
この修道院に士官学校が併設されてる話はさっきのガキどもから聞いたよな。でちょうど学級担任の教師が一人欠けちまったとかで、アロイスの野郎レア様にお前のことを推薦したらしい。こんにちは。あなたが新任の先生？渋くてなかなかイケてるじゃない。ああいや俺じゃねえんだ。あとは適当にやってくれ。じゃあな、レア様には気をつけろよ。お前を教師にする意図が読めん。何かを企んでるかもしれねえ。まさかあなたなの？ずいぶん若く見えるけど。なに、教師の資質さえあれば年齢は関係あるまい。我が輩はハンネマン、紋章学者でありこの士官学校の教師でもある。君は紋章を宿しているかね？一度我が輩の部屋に来て調べたまえ。私はマヌエラ、教師兼医師兼歌姫よ。よろしくね。ここに来る前はね、歌劇団にいたの。聞いたことないかしら、ミッテルフランク歌劇団の美しき。不必要な長話は後にしたまえ、マヌエラ君。さて君も一つ学級を受け持つことになるわけだが、まだどんな学級があるのか紹介さえされていないだろう。そういうことなら私から説明させてもらおうかしら。士官学校には3つの学級があって、出身国ごとに所属が分かれているの。まずはアドラークラスね。アドラステア帝国出身の子たちがいて、今年の級長はなんと次期皇帝と噂される公女のエーデルガルトよ。次にルーベンクラス、ファーガス神聖王国から来た者が所属する。今年の級長は王子のディミトリ、彼もファーガスの次の王になるだろう。最後にヒルシュクラス、ここにはレスター諸侯同盟領の子が属しているわ。級長は諸侯同盟の盟主であるリーガン公の孫クロード。時代の皇帝、国王、名士が揃い踏みとはなかなかとんでもない年になりそうだな。本当にね、厄介事だけはごめんだけれど、今日のところは校内でも見て回るといい。我が輩の部屋にも立ち寄ってくれたまえ。あ、そうそう、あなたが教師になることは宮長以外にはまだ伝えていないから、生徒たちと話をしてみたらいいわ。癖のある子が多いけれどいい子たちよ。詳しい話は明日レア様からあるはずだから。それじゃまたね。レア、考えを改める気はないか？あんな若者を士官学校の教師にするなど。いいえ、もう決めたことです。それに心配しないでください、セテス。あの者はジェラルトの子供なのですから。そのジェラルトとやらも信用できない。21年前の大火の折に失踪した男だろう。今はフレンもいるのだ。不安の種を増やすのは控えてもらいたい。セテス、彼らは大丈夫です。それよりもシャミアから報告があった不審者の件が気になります。教会に悪意を持つ者がこのガルグマクに出入りしているのなら捨ておけません。ああ、その件もあったな。引き続き調査を進めさせよう、レア。今は君の言葉を信じるが、何か怪しげな点があったその時は。
え？あなたが士官学校の教師となることはもうすでに聞き及んでいますね。まずは3つの学級の級長たちと話をしたり、士官学校を見て回ったりしてみてください。大修道院でのあなたの最初の務めです。この務めが終わったら私のところに戻ってきてくださいね。願いを聞いてくれますか？いやあ、貴殿を実を言うと一度でもせ、君は雪吊りのさ。この修道院の教師に？帝国で雇おうと思っていたのに残念ね。では改めて名乗らせてもらおうかしら。私はエーデルガルト・フォン・フレスベルグ、アドラステア帝国の皇子であり第一位の皇位継承者よ。あなたが私たちの学級を受け持つなんてこともあるのかしら。そういえば学級の方は見て回った？アドラークラッセで気になる生徒がいたら教えて。私は見ての通りよ。あとは そういえばすみません。ええ、あんた教師として雇われるんだって？随分と腕を買われたもんだな。じゃあ改めて自己紹介しておくか。俺はクロード・フォン・リーガンだ。実家はレスター諸侯同盟の盟主だが、まあそんなことは気にしなくていいさ。担当学級はまだ決まってないのか？俺らんとこは他より気楽でいいと思うぜ。ヒルシクラッセの連中にはもう会えたよな。興味を惹かれるようなやつはいたか？ヒルダー・バレン、マリアンヌ、あんた、バーク、レオニ、お出は、おい、君が、僕は、どうだ、そうですね、先日はすまなかった。世話になっておいてろくに名乗りもせず散々無礼を。この学校の教師になると聞いた。もう存在な口は聞けないな。改めてディミトリ・アレクサンドル・ブレーだったと言います。ファーガス神聖王国の王子ですが、ここではあくまで一人の生徒です。未熟者ではありますが、ご指導よろしくお願いします先生。そうだ、学級を見て回っているそうですね。ルーベンクラッセに気になるものはいましたか？あなたの働きに感謝します。士官学校の様子はいかがでしたか？清廉な魂の息吹に満ちていたでしょう。
さて、君には士官学校の3学級のうち一つを受け持ってもらうことになる。君のような素性のわからぬ若者に任せるのは反対だが、大司教たっての希望でね。アドラークラッセ、ルーベンクラッセ、そしてヒルシュクラッセ、もう見て回ったわよね。新任の君から選んでくれて構わんよ。残る2つの学級を我々がそれぞれ受け持とう。ディミトリが級長を務めるルーベンクラッセですね。心は決まりましたか？彼らを真摯に導いてくれることを願います。フォドラの未来を担う有望な若者ばかりだ。この栄誉ある職務を誇りとして。ん？お兄様？あら？ごめんなさい、お話の最中でしたのね。フレン、今は取り込み中だ。急ぎの用事か？いいえ、大したことではありませんわ。それよりも、そちらの方は？この者は、士官学校の新任教師だ。まあ、士官学校の。はじめまして、先生。私、セテスの妹のフレンと申します。お見知りおきを。フレンの話はさておき、本題に戻ろう。あらかじめ伝えておくが、近日、現時点での生徒たちの実力を測るため、学級対抗の模擬戦を行う予定だ。同時に、君の能力も見定めさせてもらう。大司教を失望させぬようにな。以上だ。新しい先生って、まさか。うわあ、私、友達みたいに話しかけちゃって。同い年くらいに見えたから、つい。すみません、気をつけます。そんなこと言われても。ええ、こちらの気がすみません。先生が言うんだし、いいんじゃないですか。つうか、それを言ったらですよ、殿下。そもそも、俺たちがあんたにこんな口を聞いてるのだって、父兄もいいとこでしょ。いや、ここは王国ではないんだし、それとこれとはまた別の話で。だがまあ、先生がそれでいいならありがたくその行為に甘えるとしようか。あの、ですが私には染みついた癖というのはどうにも。難しいなら無理することないわよね。先生もそれでいいでしょ。後で訓練場に来い。まずはお前の腕を見せてもらいたい。抜け駆けとは感心しないな、フェリクス。その試合、ぜひ俺も混ぜてくれ。あの、工学のため僕も見学させていただきたいんですが。アッシュ、見るだけと言わずお前も加わればいいだろう。怪我した時は私に言ってね。ちょっとした傷ならすぐに見てあげるわ。殿下、あまりハメを外されすぎぬよう。お前は心配性だな、ドゥドゥ。大丈夫、自重はするさ。まあ、親睦を深めるのに剣を交えるってなんか根本的に間違ってると思うんだけど。あら、そうかしら。そういうことならあなただけ教室で留守番してる？イングリッド、お前さ、本当俺に対して手厳しいよな。先生、ルーベンクラッセは見ての通りの騒がしい学級だ。いろいろと苦労をかけるかもしれないが、これから1年よろしく頼む。
して早々だが、この装置を使って君に紋章の力があるかを確かめさせてくれ。何？紋章を知らない？少し長くなるが、我が輩が説明するとしよう。さて、まずは紋章とは何かであるな。紋章とは力だ。遥か昔、女神より人に授けられたと言われ、人の体に宿り、血によって受け継がれる。紋章を宿した者は魔道に優れたり、強靭な肉体を有したり、とうとう、それぞれの紋章に対応した人知を超える力を持つのだ。どうかな、調べてみなければわからぬよ。言った通り、紋章は血によって受け継がれるが、たとえ先祖に紋章を宿した者がいたとて、その子孫が必ず紋章を宿すとは限らない。子孫の中の限られた者だけが紋章の力を受け継ぐことができるのだ。君の先祖に紋章を宿した者がいて、たまたま君がそれを受け継いでいればということなのだよ。うん、もちろんだ。すぐにでも調べると思う。さあ、この装置の上に手を伸ばしてくれたまえ。これは見たこともない文様。まさか未発見の紋章だというのか。この世にまだ我が輩の知らぬ紋章が存在したとは、格別の刺激だ。興奮してしまった。さあ、もう出て行ってくれて結構だ。我が輩はこれからこの紋章について調べればならん。君の役目は終わった。この線、何を意味しているのか。対称性の欠如とでも言うべきか。こちらは一体。そうか、もしやこれは一部で、もっと大きな。士官学校の教授には毎節、その節予定表にはしっかり。
ば、ここは生徒たちの寮、2階は主に学校に、君も下手な。そうね。ああ、殿下はお前を信頼するとおっしゃった。お前が殿下、頼みがある。近く学級先生は実りある戦いに、大修道院は、はでは先生、一流のよ。あら、あたしはまだ。おい、私は教えを受けたの。先生、よっ、センス、まだ見ぬ美女さん。先生、ちょっと頼みが。王国では見たこともないような薬草や、僕の養父先生も気が。助かった。今忙しいので困ります。ごきげんよう。と言っても私は生徒ではありませんのよ。あら、お兄様しか家族がいない。お願いを聞いていただけるかしら。食堂。ああ、何か用か。頼りになりますね。いかがです？
こんにちは。私と同じ色の髪の毛でしかめっ、はい、ねえ、そういえば、ね、こんにちは。貴重な書物がたくさんあるんです。読書が、あなたが生徒、良い会、それに当たり前だが、セテス、20年前。そうだな。君、それは君の肉を。ええ。いきなり、もし怪我を。私、なぜそ、伝説の。したよ、戦車庫には戦感謝するよ。いよいよ模擬戦か。腕が鳴るな。先生はどうだ？よかった。先生の采配期待してるよ。俺たちも勝利のために力を尽くそう。大丈夫だ。手強い相手かもしれないが、きっと勝てる。やあ、お二人さん、作戦会議かい？俺たちも混ぜてくれよ。勘弁してくれ。手の内は隠すものだろう。相手が強敵ならなおさらだ。そりゃあ光栄。ならば期待に応えて、俺たちも奇策を用意しておかないとな。ええ、あなたたちがどんな手で来ようとも、それを上回る戦術で打ち破ってあげる。いや、張り切るのはいいが、あまり無茶をしないようにな。へえ、敵の心配をするなんて随分と余裕があるようね、リミトリ。おやおや、戦いはまだだってのに、そんなに熱くなって我が学級は楽をできそうだ。そういうつもりじゃ。いや、悪かったよ。何はともあれ、実りある戦いにしよう。おっと、先生の本心は分かってるんだ。負ける気はないって顔に書いてある。あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら。すっかり仲良くなったよね。君たちが親睦を深めるのは大変結構だが、そろそろ作戦会議の時間だ。もうそんな時間か。それじゃあ二人さん、また後でな。あなたたちの力量確かめさせてもらうわ。
そろそろ海戦の刻限か。勝敗は先生の指揮次第だ。頼んだぞ。分かってると思うが、他学級の奴らを残らず敗走させた学級が勝利だぞ。ちなみに俺は今回の模擬戦の指南役だ。勝ちだけは俺の言うことをよく聞いときな。焦らず戦おう。ええ、いけるわ。はい、頑張ります。切り込むか。どうする？クロード、お前の浅知恵など必要ない。僕とイグナーツ組んで敵の出鼻をくじいて。え、僕？まだ心の準備ができてませんよ。やれやれ、向こうの先生を侮ってないか。油断すると痛い目に遭うと思うがな。ドロテア、あなたも前に出てくれる？敵を中央に誘い出したいの。了解、エーデルちゃん、私にお任せあれ。フェルディナント、ヒューベルト、二人は敵が来たら足止めを。気を伺うわ。任せてくれたまえ。私一人でも役不足なくらいだとも。貴殿一人では力不足ゆえ、主は私の名も挙げたのですよ。負けるなんて、乃木戦とはいえ腹立たしい。いい勝負ができた。やられちゃいました。新しい先生の指揮、さすがだな。これでいいだろう。諦めろ。やってくれるね先生。これは本気でかからないとな。この森を利用して敵を迎え撃つぞ。みんな援護してくれ。森で待ち構えられてんなら、迂回するなりなんなり対策をした方がうまくいくぜ。学級と同時に戦おうってのか。へえ、大した自信だな。勝機が見えたわ。アドラークラッセ、一気に畳みかけなさい。教師の力の一端を見られただけでよしとしましょうか。気は抜けない。Thank you.
ディミトリ、勝負よ。ここで優劣を消しておくのも悪くないわ。いいだろう、受けて立つ。君が相手であろうと手加減はしない。そう来なくてはね。勝利はなさそうね。行くわよ。みんな。私を撤退に追い込むなんて厳しくなりそうだけど、頑張って。着したる私がそんな、もっと鍛錬しなければ。終わったか。戦術はともかく戦闘は空騎士なんだ。だから手加減してくれよ先生。真顔でうなずかれると困るな。冗談ってのは分かってるよな。みんな、あらら、やられちまったか。他の奴らの活躍に期待するしかないな。積んだものの士気はさすがに違うな。我が輩が手も足も出なかったよ。加減すべきだった。
去年私の学級が勝った時は褒めもしなかったくせに、その態度の違いは何？えい！次は誰だ？無理をしたら私が医務室のお世話になっちゃうわ。僕だって戦える。よし、そこまでだ。今回の模擬戦の勝者はルーベン・クラッセだな。この勝利は皆の活躍あってこそだ。ありがとう、よくやってくれた。ここにいたのか、探したんだぞ。今日はみんなで食事にしようと思って、反省会を兼ねた祝勝会だな。ああ、ほら、あれだけ戦ったんだし腹も減るだろ。ほら先生、早く来てくださいよ。今日の殊勲者がいなきゃ始まりませんって。そうですよ、私たちが勝てたのは先生のおかげじゃないですか。そこの正攻法しか知らんイノシシよりは幾分かまともな傭兵だった。フェリックス、あなたは本当に隙あらば殿下に因縁をつけて。いや、いいんだイングリッド、事実先生の采配は見事だった。それにしても今日は疲れちゃったわね。私お腹が減ってもうダメかも。実は僕もです。そろそろ食堂に行きましょうか。なあ先生、あまり嬉しくはなさそうだな。そういう割には眉一つ動かさないから。先生、俺たちはまだ出会ったばかりだし難しいのかもしれないが、俺は先生とも喜びを分かち合いたい。せっかくこうして一緒にいるんだからな。きっとそれはみんなも同じだと思う。ほら、一緒に行こう先生。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。それは何よりです。これからの1年間彼らに寄り添ってあげてください。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。
ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような不覚を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。くそ、何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりおって。それでも目的は果たせるかと思ったが。元騎士団長の子か。なかなかやる。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ねの。もはや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。待ちなさい。くそー。